おはようございます。地の宮キリスト教研究所のアグロストンです。今日もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。旧約聖書詩編第6編、指揮者のために弦楽器に合わせて第8の調べに乗せて、ダビデの賛歌。主よ、御怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで。主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえに。死においてはあなたを覚えることはありません。黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を漂わせ、不思議を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。不法を行う者たちは皆私から離れていき、主が私の泣く声を聞かれたからだ。主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられ、私の敵が皆恥じよ、ひどく恐れおののきますよ。彼らが退き、恥を見ますように、瞬く間に。はい、そうですね。ダビデの詩編ですね、が多い、詩編150編ですけども、詩編というのは、他の聖書、文章と異なりですね、詩の形といいますかね、断片的で、この時には象徴的といいますか、そのような文学的な、スタイルで、記されておるですね、神の言葉とね。で、詳細が記されていないのでですね、その意味を深く味わうためにはですね、その背景をですね、いろいろとこう思い巡らす必要があるということと、その詩の形式の構成ですよね、どのように構成されているのかということに目を留めることによって、詩の読みが深くなりですね、その解釈し、また適用をする上で、非常に役に立つと思います。でこの詩編の第6編はですね、詩編150編の中にあるですね、7つの悔い改めの詩編の中の一つと言われますね。そのうちの3つはダビデの悔い改めの詩編、そして残りがですね、この補修に関連するですね、悔い改めの詩編というふうに言われます。でそれで私たちが今朝のですね、第6編ですね、ダビデの賛歌ですね、一節を見ますと、主よ、御怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでくださいと。このようにダビデがこの詩を記した。でこの神様の御怒り、また憤りというものの背景は何であるかということをね、私たちが詩って読むとですね、素晴らしいと思うんですね。で32編も51編もですね、この
同じ背景で、まあ、読まれております。その背景というのはやはりこのバテシェバ事件ですよね。美しい女の人が体洗っているのを見て欲望を抱きですね、召し入れたとね。まあ、まあ独裁者といいますか王の立場にある人はまあ、違法なことでもまあできる時代ですよね。そしてまあそのことによって子供ができたということで、妊娠したということで、それを隠蔽するためにそのまあご主人のウリアを呼び返してですね、戦場からまあごまかそうとしたわけですけども、ウリアは非常にまあ誠実なまあ兵士といいますか信仰者で、他の兵が戦っているのにですね、まあ妻のところに配慮できないとでですね、この家には帰らずですね、また戦場に戻されたとね。で、隠蔽するために最も激しい戦いの場所に送り込んで殺せと旅では命じたわけですね。でそしてその後まあ召し入れて、まあ子供が生まれるというね、そういうまあ流れの中に、あります。でこのまあダビデのですね、バテシェバウリア事件ですね、はまあ公になることなくですね、この隠蔽できたと思っている、まあ、中でですね、神様はですね、すべてのことをまあご存知で、この預言者ナタンをですね、まあダビデのもとに使わしてですね、それをまあ暴かれたとね。ある人に、この、家族のようにですね、大切にしている羊がおったとね、一緒に寝起きするほどであったと。しかしまあその隣のですね、まあ金持ちの人はですね、まあ溢れるほどまあ羊やヤギがいるんですね。その一匹を惜しんで、その貧しい家庭のまあ羊をですね、取り上げて、それでまあこの客に振る舞ったというね。で、そのまあ、令和をまあ出したとき、ダビデはまあ怒り狂ってですね、この、そのような男はですね、死罪だとね、まあ断言したわけですね。そしたらまあ、ナタンをですね、神様から、それはあなたですというふうにですね、まあ、公の席でですね、この断罪師としてまあ、その内容をですね、まあ、説明した。まあ、普通の独裁者であればですね、まあ、そこでですね、ナタンよ、何ということを言うのかということでですね、この話を遮ってですね、そしてこの死罪に付すことができたと思うんですけど、まあ、ダビデの素晴らしいところはですね、この何かこのナタンのですね、その予言と、まあ、解き明かしによってですね、ダビデの魂のですね、深い部分でですね、この海が膨らんでいたところにですね、ナタンの予言の針がですね、突き刺さってですね、その海がですね、この噴出するようにですね、このダビデはですね、この神様の前にこの悔い崩れたというね、そういうまあ出来事がありました。私はまあそこがですね、本当にまあサウルがですね、王座から退けられですね、このアマレクの分取り物をですね、略奪物を惜しんで神様の命令に従わなかったと、小さな罪のようなことですけども、神様への反逆としてですね、王座から退けられた。でダビデの方はですね、まあ姦淫と、まあ、いた殺人ですよね。でこれはですね、サウルと比べてもですね、すごい罪、まあ本当に、まあ、死罪に値するような、まあ、罪ですね。でダビデはですね、
うすうすですね、そのことをですね、心に留めてですね、私はまあ苦しんでいたと思いますね。神様の臨在が失われてね。詩編の32編では、この神の思い手が私をですね、このひねもす私をですね、押さえつけてですね、この苦しんだというね、この十字架上の苦しみのに引用されている聖句をですね、ダビデはこの事件でですね、この、吐露しておるわけですけども。まあそういうことですね、本当にこの、ダビデはですね、この、ナタンのですね、この予言をですね、この、罪の指摘を受けてですね、本当にですね、この、まあ、打ちのめされてしまった。ね。で、後の方にも出てきますけども、まあ、六章の、六編の五節にはですね、死においてはあなたを覚えることはありません。読みにおいては誰があなたを褒めたたえるでしょう。ね。ダビデはですね、このナタンの宣言が何を意味しているかをですね、彼は、瞬時に悟ったと思います。神様の前にですね、このような罪を犯した時にですね、何が起きるか。彼はですね、サウルと同じようにですね、王位から退けられます。で、さらにですね、この神様の前にですね、この罪はですね、死罪に値する。そして、この永遠のですね、黄泉におけるこの断罪に値するということをですね、彼はですね、この、罪を犯した瞬間からですね、この、うすうすとですね、感じ取っていた節がですね、詩編の32編や51編には、を感じられます、ね。罪を犯した時から私の上には、神の思い手がですね、あって、私はひねもすですね、この、枯れ果てるように苦しいんだと、このように歌ってるし、詩編の51編では、ね、この母の胎から自分はですね、罪の中に生まれたものですというね、清い霊が私をですね、すすぎ清めてくれるようにと、このように、祈っております。だからどれほどまあ、ダビデがですね、罪を犯した瞬間からね、激しいこの苦しみの中にあったかということをね、この教えております。ね、ナタンがですね、それがあなたですと言ったときに、ダビデはですね、ほとんどですね、もう谷底に落ちるようなですね、そのようなこの、気持ちであったと思います。ちょうどですね、この火山のですね、この溶岩に煮えたぎる火口のですね、絶壁からですね、この、マグマの中にね、突き落とされるようなですね、そういう、まあ言ったら気持ちがしたと思うんですね。ダビデはその瞬間にですね、私は神の前に罪を犯しましたとね、この短く悔い改めの言葉を発しております。しかしですね、そのことの意味が非常に大きくてですね、自分はですね、この神様の前に罪を犯したということを公に告白し、そしてですね、この、どう言いますか、自分は死罪に値するし、ね。読みで永遠のですね、この断罪にですね、この値する罪を犯してしまったと。ね。で、神様はですね、この断罪の宣言、ね。神のナタンを通じた、それは正しいと。ね。神は義なる神であるというね。そのことをですね、ダビデは受け入れた。ね。そのことが非常に素晴らしい。主よ、見怒りで私を責めないでください。憤りで私を殺しめないでください。ね。で、そのような神観をですね、ダビデはですね、この明らかにしております。この点が全然このサウルと違う。サウルは口先でごまかそうとした。ね。そこにですね、このダビデとサウルのスピーチュアリティのですね、ね、サウルは非常に肉的な冷静でしたけども、ダビデは非常にですね、この、純粋なですね、この、清流のようなスピリチュアリティをですね、ここで示したと思いますね。そしてこの2節、主よ、私を憐れんでください。ね。そしてこの、主よ、私を癒してください。
そして4節ではですね、私の魂を助け出してください。私を救ってくださいとね。4つのですね、この祈り求めをですね、この祈っておりますね。ダビデがですね、私たちのですね、この新約のまあ、あのスピリチュアリティといいますか、と同質のですね、本質を持ちですね、私たちのこのサンプルとなっているということがね、ローマ書の中に記されております。ね。私たちはそのような意味で旧約がですね、キリストを証しするもの。そしてこのクリスチャン生活を証しするものとしてね、私たちはこの霊的な本質をですね、この抽出して、この私たちの生活に当てはめることができるわけですね。旧約の過度にですね、この現象的な、あるいは部族主義的な、あるいはこの民族差別的な、ね、そういうこの誤ったこの先民意識ではなしにですね、この霊的本質的なこの真のこのユダヤ人のスピリチュアリティですよね。そこにこの真のユダヤ性があるということをね、黙示録も語っております。単なる民族的ユダヤ主義はですね、それはこの偽ユダヤ人である。ユダヤ人であろうが、この異邦人であろうが、真のこのダビデ的スピリチュアリティを持つ者がですね、この真のユダヤ人であるということをね、語っておりますね。で、ダビデはそのようなこの祈りをですね、三節には、主よ、あなたはいつまでと。ね。だからこのバテシバ事件を犯し、ウリア殺戮を犯してから、ね。そしてこの子供が生まれるまで、ね、この、本当にですね、この、彼はですね、この、責めと、懲らしめと、ね。そしてこの、死とですね、この、黄泉への道に、開かれたですね、この、火口のそばに立ってですね、恐れおののいて、ね、私の魂はひどく恐れおののいていますと、ね、霊的に衰えていますと、ね、だからこの憐れんでください、癒してください、救ってください、ね、彼は自分のこの欲情といいますか、その肉の力によってですね、この圧倒されていてですね、自分ではどうすることもできない、ね、そのようなですね、このローマ7章にあるようなですね、この苦しみをですね、ここでも語っているわけですね。で、ダビデがですね、私でもお話になるのはね、そういうこの神観、そしてこの人間のですね、この罪観といいますか、そしてですね、このそういう中でですね、神様の憐れみですね、2節ね、そしてこの4節ね、あなたの恵みの上にね、神様は義なる、清い、ね、審判される神であるとともにですね、この、憐れみの神でありですね、この恵みの神であり、この癒しの神であるというね、そういうことをですね、この告白しているわけですね。その点でこの六辺のですね、この輝きはですね、宝石のように輝いていると思いますね。ダビデの苦しみはですね、6節、7節にも書いてあります。私は嘆きで疲れ果て、涙で寝床を漂わせ、ね。苦悶で目も衰えたと、ね。弱まった、ね。本当にですね、ダビデのですね、この、神様の前における、倫理的、道徳的な苦しみは並大抵のものではありませんでした。その罪にふさわしくですね、彼はですね、激しい苦しみの中に、この、自らをですね、が、まあ、あることを、まあ、知ってね。その霊的、道徳的な苦しみはですね、この、まあ、心身にまでですね、この、苦悶という形でですね、苦しみ、もだえるという形で、ね、視力の衰えという形でですね、この、現れたと、ね、告白しておりますね。そして、この、8節から10節を見ますとですね、この、主が私の泣く声を聞かれたと。ね。9節、切なる願いを聞かれたと。私の祈りを受け入れられたと。このように、まあ、告白しております。ね。ダビデはですね、この、
バテシェバウリア事件を犯してからずっと苦しみのですね、この中にあった。マグマが煮えたぎるですね、火口の縁にですね、絶壁に、この、立っていたわけですね。そして今や落ちんとする、ね。そういう前から苦しみ、無駄の中にありました。しかし、ナタンによってですね、その、この、ダビデの中にあるですね、この、癌細胞といいますか、あるいはこのコロナの感染といいますか、そういうものがですね、この、ウイルスのように働いてですね、手術のように働いてですね、その海がですね、この、取り出された。癌細胞が切除された。ね。経験をしたわけです。その時にですね、ダビデはですね、このナタンの、ね、その瞬間にですね、私は神の前に罪を犯しましたと。ね。その言葉には本当に深い意味がですね、この、こもったですね、告白ですよね。瞬間の言葉ですけどね。ダビデ、ナタンの罪の指摘の瞬間にそれが飛び出したということはね、このダビデのですね、願い、祈り、そしてこの、それが聞かれた瞬間ですよね。だから、ナタンはその瞬間に、神もあなたの罪を許されたと。瞬時に参ったら、この、応答できたわけですよね。この霊的な参ったら動きというかね、その、なんと言いますか。神様と私たちの関係というのは参ったら、そのような何かこの真剣勝負のですね、の見合っていてですね、二人の剣士が、瞬時の動きでですね、もう生死が決まるというね、人たちで決まるという、そういう前たら、この、性質を持っているような気がします。ね。ナタニにですね、あなたがその人ですと。ね。私が、神の前に罪を犯しましたと。神もあなたの罪を許されたと。主が私の泣く声を聞かれた。ね。願いを聞かれた。祈りが受け入れられた瞬間ですよね。そしてですね、ダビデはですね、まあ、このことでですね、この家族の中にも、そしてこの国家の中にもですね、多くのこの、刈り取りをですね、しなければならなくなりました。このダビデが油注がれて、ね、そしてその皆を掲げてですね、この政治を行っていたのに、ね、こんな罪を犯してしまった。そして神の名も汚されて、そして多くの人からあざきりや罵りを、そして家族の中でもですね、不道徳やですね、この肉欲やですね、殺戮や、そういうことが起こりました。ね、アブシャロムの事件。ね。まあそういうことでですね、この、国中にですね、その、海の種といいますか、本当にですね、この苦しい経験を、まあ、この後するわけですけどもね。しかしですね、この、少なくともですね、この、ナタンの宣言とですね、そしてダビデの罪の告白と悔い改め、ね。それはですね、本当にまあ素晴らしい、この瞬間ですよね。彼は、このマグマの吹き出すですね、火口の縁からですね、この救い出されました。で、私たちはですね、このようなですね、このダビデの、まあ、詩編を読むときにね、新約の霊性のですね、素晴らしさを旧約の中に見出します。ね。で、私たちは救いのときにですね、この自分の、まあ、罪の問題に直面しですね、悔い改めイエス様を信じて許される。しかし同時にですね、私たちの、まあ、日々の歩みの中でですね、肉の思いとか、あるいはこの、そういうこの、心のですね、この動機や、動きを照らされてですね、この詩編の6編、32編、51編をですね、まあ繰り返し味わうことによってね、私たちはこの、人生の水平の出来事の中にですね、神様がこの垂直の言葉をですね、語りかけてくださる。垂直に私たちに関わってですね、この、神とはいかなるものか。この、神の前に人間はどういうものであるのか。ね。そして私たちは、この、悔い改めと告白を持ってですね、
この憐れみの神、恵みの神、癒しの神にですね、この日々近づくことができるというね、そういう前いたら、この毎日をね、瞬間をですね、この見出すことができるようになるね、主と共にある至福の人生の局面をですね、この深くですね、この掘り下げるですね、秘訣がですね、この詩編の六編にもですね、この示されているということをね、私たちは覚えたいと思いますね。今日はご清聴ありがとうございました。